数々の運動企画をやってきた。そしてみんなが思っていること、そう、はーちゃんは運動が苦手。決して苦手ではない。ただみんなの運動神経がいいだけだ。そこで私は考えました。そうだ、炊く時の素早さを下げよう。いやー、はーちゃんは頭いいな。ということで早速あれを買っていくよ。よし、準備はバッチシだ。ポケモンで素早さが下がる技といえば糸を吐く。そこで私は考えた、糸を巻きつけて素早さを下げる作戦。ということで早速やっていこう。ということでこれから撮影が始まるんですけど、ここにね、たっくんがときちゃんが来るんで、そしたらもうこれ持ってわーっつって、わー、滑った滑った動けなくなるぐらいまで巻きつける。待ちます。ヘイヘイヘイ、あれ、カメラ回ってる、カメラ回ってんな、なんだ。じゃあ面白いことは言えないんで、運転中にちょっかい出した時の、引き戸さんの真似。なあ、ちょっとわかんないな。え、これ本当に何、本当に何これ、めっちゃ似てる。なんだこれ、なんだこれ、なに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 、あぁ、ちょっと待って、グダグダだ、なにしてん。いや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 、ちょっと待って、うわぁ、なんだなんだなんだ、うわぁ、何これ、うわ、足、これが何かわからないだろ、何されてるの、うわぁ、そうだ、動けないだろ、動けないか、いや、まあ動けづらいですよ、かなり。もうね、中でクロスしてるよこれ。あー、もうだいぶ動けるだろ。あー、玉ねぎがね、玉ねぎのシャツが、あー、かわいいな、それは、かわいいが、おい、入れられたよ、グッ、どうだ、動けないだろ、動けない、うわぁ、うわぁ、なんだこれ、よし、ちゃんと縛ったな、タッくんということでね、なんだ、あの、キウイ、キウイに、キウイがどうした、うわ、おい、やめろってね、それさ、ダメだって、マジで助けたいていいのか、ほらほら、助けたいけど、これダメだ、散々さ、意地悪されてんだからさ、トキちゃんに、助けてあげてよ、じゃあ、いや、助けたいよ、助けてあげてよ、マジで、あー、くそ、どう、マジ、いや、どうって、これ、なんだと思う、縛り上げ逆やるってこと、やってくれんの、いいよ、はい、どうぞ、縛られ縛られ、しばしばでもたっくんの好きな犬種はしば犬、もうね、ダメ、違う違う、ごめん、本当にごめん、ごめんなさい、シンプルに4秒言うやん、びっくりした。じゃあ王さんがもう最近もうめちゃくちゃスランプで、うん、もう音ハメばっかするから、俺も同じようになっちゃう。そうだね。し、あ、なんか靴。ねえ、違うよ。ダメだよね。靴下じゃないから、もう手袋になっちゃってるから。ピンつけてた。そう、これ。うん。何かわかんないかい。なんか縛られてるんだけど、とりあえず。何で縛ってるこれ。これ網？うん。まあ確かに見た目は網だけどさ。え、何？あーちゃんってさ、うん、運動が苦手だよねってよく言われます。そうね、事実だし。事実ではありません。事実。しかし悔しかった。運動が苦手、つまり運動が得意な人がいる。うん、そして運動が得意な人はきっと行動が早い、うん、ということは？ということは行動が早い。あ、わかった。何これ、糸か。あ、糸を吐く？わあ。わあ。わあ、ビードルじゃん。今回糸を吐くで素早さを下げてみるドッキリでした。ああ、なるほどね。でも動けないでしょ。いや、もうしっかりし、ね、動けないね、これね、引っかかってるし、そう、ちょっと想像以上に難しくてさ、ちょっとあんまうまくいかなかったところもあるんだけどさ、ちょっと次、ときちゃんがまだ来てないのよ、うわぁ、マジ、だからちょっとときちゃんにもかけたいからさ、ちょっと手伝って、うん、オッケー、わかった、わぁ、じゃあときちゃんに仕掛けていきます、よし、あ、できねえ、手のあれ、よし、おはよう、よいしょ、おはよう、かわいい、めっちゃかわいいな、ついてる、なんでこれ、なにこれ、なこれは、なに、怖い怖い、リクトタック、よっしゃー、よっしゃー、なになになに、なめて、次、オッケー、オッケー、よし、待って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 
だいぶ動けるか。なんで動けない。なにこれ。なにこれ。疲れた。なんでなんで。びっくりした。悪いことした。うん、なんだ。悪いことはしてないけど、うん、運動企画とかやるときにさ、え、どういうこと。つまりなんでイコールならなくない。なんでなんでこんな網とか引っ掛けられるの。運動神経がいいといえば素早い。ということは、ということは、え、ということは、え、どういうこと、どういうこと。早い、素早さ。うん、素早さが下がった。うわ、え、素早さが下がる技といえば、え、糸を吐く。うん、あなたは今糸を吐かれました。吐かれたのこれ。あれ、そうなんよ。糸を吐くってこんなんじゃないんじゃん。みんな、うん、めっちゃ必死でこんなんやってたよ、二人で。私は今動くことができないので、うん、私は思いつきました。何？お、なんだろう。てれー。あー、ときちゃんの大好きなラムネです。え、どうすんのそれ。え、ちょうだい。あ、いいの。うん、ちょうだい。よし、はい、え、これマジで大事にしてるやつよ。うん、そう。やばいやばい、怖い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 。動くことはできるけど手が出せないから食べることができない。はい、ということでときちゃんのラムネいただきまーす。いただきまーす。あー、ちょっと待って、食べれない。おい、くれよそれ。じゃあときちゃん、あ、やばい。あー、あー、やばいやばいやばい、ラムネ様に怒られる。おい、もう大丈夫だ。え、めっちゃうまいね。え、ほんまに食べた。食べました。めっちゃおいしい。ラムネ味。いや、ダメでしょ。私のラムネじゃん、それ、うん、今動けないし。そう、動けない。動けないじゃないぞ。やめよ。おい、待って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 、さすがにさ、ぐるぐるするのはいいけどさ、ダメでしょ。そう、ラムネ食べちゃう。ラムネ怖っ。え、ちょ、前見せてほしい。なに。素早さ、素早さ、いや、いや、でも美味しかったからしょうがない。おい、もう一個じゃないじゃん。めっちゃ美味しい。誰だよ、じゃあ、おい、こら、やばい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 。食べ物の恨みは本当に怖いものですね。もうめちゃくちゃだな。ポケルン相性じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い、水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。ティファニーだったのでメッソンを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。